写真大学、今回はですね、大先輩の写真家の平間至さん、平間至さんのスタジオにやってまいりました。今日は、平間さんがこのスタジオで、写真館をやられてて、そのいつもの様子を、体験させていただけるということで、はい、そうですね、ちょっといろいろちょっと緊張してますけど、はいはい、瀬尾さんからご連絡があって、はい、なんかまあ YouTube チャンネルを始めて、はい、なんかこう、ね、やりたいとお話を聞いた時に、はい、もうね、せっかくだったら写真館で被写体を経験していただくのが一番いいんじゃないかなと思って、それがなんか今の僕の活動とか、はい、まあ、瀬尾さんにとってもこう捉えることを体験することでまた自分が撮ることに返っていくことあるんじゃないかなと思って、それでご提案させていただきました。ありがとうございます、はい、じゃあ早速という感じでいいですかね、はい、で写真館のコースはすごく大きく分けて2つあってですね、うん、まあ、普通にまあ家族写真を撮るような感じと、うん、あとまあアプローバルコースといって、はい、まあ、承認、アプローブって承認するっていうことなんですけど、うん、まあ、写真を通してあなたをこう認めてあげるというか、うん、そういうコースが2つあるんですよ。なるほど、はい、でそれでまあ今回はまあせっかくなので、はい、瀬尾さんのまあアプローバルコースで撮ったらどんな写真になるかというか、なるほど、そんなことをまあ、ね、お母ちゃんが、はい、父ちゃん、しのちゃんが吠えておりますが、はいはい、という感じで、進めていきたいと思います。それでまあ簡単なインタビューというかですね、はい、お話を聞きながらその写真にしていきたいと思うんですけれども、はい、まずまあ、お仕事というか、まあ、瀬尾さんの場合だと写真を撮るということで、はい、一番大切にしていることってどういうことを大切にされてお仕事されてますかね。すごい感じか。ズバッといきます、ズバッと、はい、まあ、理解して、あとは自由に。理解するってどういうことですかね。理解するっていうのは例えば、はい、まあ、広告とかファッションとか、まあ、いろんな撮影をしてるんですけど、はい、撮影に入ると割ともう自由に撮りたくて、そうですよね、でその前に例えば、まあ、これはどういう方向に向かっていく写真なのかとか、うん、まあ、どういう仕事なのかということをまあ理解して、うん、多分他の人にもちょっとまあ割と理解を深めて、うん、それであとはまあもっと自由な方向に行きたいっていう感じですかね、うん、まあ、仕事の進め方は、うん、なるほど。理解を深めるってどうやると仕事って理解を深められるんですかね。雑誌とかの場合は割とその場合理解をそこまで深めずに、うん、自由な方向で現場で感じることが多いんですけど、うん、はい、例えば広告とかだと割とまあ現場で自由にすることがなかなかできないこと、まあ、まあ、大体広告はまあコンテが決まってる場合が多いですね、はい、でもそれもそのコンテの段階でも割と意見を出し合ったりして、うん、そこでこうもっとこうしたらいいかもっていうところへんを理解をまあ深めて現場に挑むって感じですかね、うんうんうん、じゃあまあ言い換えるとコミュニケーションを大切にしているとも言い換える。ああ、そうですね、ですよね、はい、それが大切。どうしてコミュニケーションを大事にするんでしょうね。その人だったりそのものだったりを、うん、まあ、もっと深く知りたいからですね、うん、その人もっと深く知ることでよりこう、まあ、より写真としても深みのある、まあ、例えばポートレートにしていきたいってことです。そうですね、まあ、でもそこで、うん、撮影前には深めといて、うん、一旦それをもう突き放す自分もいる感じがします、うんうん、なんか一回、まあ、頭に入れといて全部を忘れるっていうか、はい、あれですよ、理解するっていうのは撮影までの話で、はい、先ほど言った自由にっていうのは撮影中の話、はい、多分ここで分かれますよね、そうです、理解すること、はい、まあ、たくさん理解するけども僕がよくワークショップとかで言うのは、はい、まあ、たくさん考えて現場では忘れるっていうことを言う、まあ、それとすごく近いのかなっていう感じはしますね、はい、まあ、でも本当コミュニケーションを大切にされてるんじゃないかなっていう。じゃあコミュニケーションを人を取るために どんな努力をされてますか。なかなかこうパッと例えば芸能人の人とか、はいはいはい、パッとこうオープンになる場合だけでもないじゃないですか、うん、それを、まあ、心の開かせ方とも言い換えられるかもしれないですけど、まあ、趣味とか、うん、まあ、好きなこと、まあ、好きなもの、食べ物とか、うん、はい、瀬尾さんは食べ物何が好きですか。僕はお寿司とか好きですね、はい、うん、平間さんは。僕もう地元があれなんですよ、はい、お寿司
人口あたりの寿司屋さんの数が日本一の街なんです、はい、そうなんですね。美味しいですよ。へえ、ちょっと一度行きたいですね。ぜひぜひ、はい、第2弾いいですね、塩釜でじゃあそのもう一つ自由にっていうのは、うん、多分これまあ撮影中のこと、まあ、撮り方に深く関わってくるんじゃないかなっていうふうに、はい、撮り方ですよね、きっと自由にっていう、うん、まあ、撮り方もそうですけど、はい、やっぱりこう何年か僕も写真カメラもやってて、うん、やっぱまあこうやったらまあこのぐらいは撮れるっていうことが分かってるんですけど、うん、まあ、例えば80点とか90点みたいなものが、うん、でそこをなんかポンと150点とか超えていこうと思うと、うん、割とあんまりこうがんじがらめにならないようにするってことがすごい大事な気がしてて、うん、例えば、もっとこうしたらいいかもっていう可能性を、うん、まあ、そこで、まあ、持てる自分のコンディションにしておきたいっていう、うん、ということは具体的にどういうことですか、それは。まあ、もっと寄ったりもっと引いたりっていうことですかね、うん、だからそこが、ちょうどいいとこから、まあ、壊していけるように、うん、まあ、そこの部分をなんかこう持てる余力っていうか自由さがあると割とうまくいくことが多いんですかね、うんうんうん、なるほど。じゃあちょっと自分に余裕がないとやっぱり自由になれないっていうことですか。まあ、そうですね、はい、うん、結構あのやっぱりこう師匠が上田昌司だったりしたので、はいはいはい、割とあの撮影撮ってる時はもう自由、うん、でまあ、しかも上田昌司さんは割と広告の人ではなかったので、うん、もっとまあ作品ですからもっと自由じゃないですか、うん、まあ、何の制約もあり、そうです、まあ、タレントミュージシャンの人とってもミュージシャンがもうこんなにちっちゃくても、うん、画角の中で、まあ、それは作品だということで発表されたりしてたんで、うん、あの、まあ、そういう部分こっちの方が美しい、まあ、こっちじゃちょっと誰の顔かわからないけどこれのが美しいと思える感じっていうのを、の自分も そこで一緒にいければなっていう感覚はちょっとあります、うんうんうん、はい。じゃあその自由さっていうのはやっぱり上田昌司さんからやっぱ学んだところでもある、ね、あるかもしれないですね。ですよね、きっとね、はい、うん、じゃあ本当にまああれですね、まあ、理解するっていうこととまあ自由にということが大きなテーマな感じがお話を聞いてると、まあ、でまあ理解するってことはまあコミュニケーションを大切にしてるって、まあ、コミュニケーションと自由にするっていうことかもしれないね、はい、うん、じゃあちょっと今の話を受けてちょっと どんな背景でどんなライティングをするかちょっと考えてみたいと思います、はいはい、あと小道具あれですハッセルですか、帽子と帽子ハッセルあのカメラは、はい、持ってきました。はい、分かりました。じゃあちょっと考えて設定してみます、はいはい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。靴をかけながら行きますかね。じゃあ、はい、じゃあ、はい。壁の中の力士たちよ、激しい雨が降る、激しい風が吹く、激しい風が吹く、何もかも変わり始める。あれですね、ハッセル回すの重いですね。重いですね。重いし怖い。もっと本気で回してる。やってる風だったんですよ。平間さんずっとニコンですか。ずっとニコンですね。まあそうですね。あ、いいですね。あ、これいいですね。で、
お疲れだとは思うんですけど、モノクロでもうちょっと撮らせてもらっていいですか、はい、ちょっと背景濃くして、はい、はい、大丈夫ですか、バラードでいやでもね、やっぱこう平間さんの写真っていうか、まあ後でまた話せたらいいんですけど、はい、やっぱ音楽を感じるじゃないですか、こういう感じかと思いましたね、体験して。雨上がりにしましょうか。雨上がり、はい、久しぶり、ラジオバージョンがあったらスタジオ。中井戸さん、もうどのぐらい、ちなみに、もう後半で、ありがとうございます。ありがとうございます。なるほど。はい、ちょっとじゃあセレクトしたの。じゃあ出力。はい。ここまでこのぐらいになったらもう簡易的に出力して紙で見た方がなんか分かりやすいので、うん、なるほど、そうします、うん、かっこいい、うん、という感じに曲によって違いますか、まあ、だいぶ表情もね、本当はでももう一曲ぐらいね、本当にバラードとかやってもよかったんですけど、まあそうですね、だから割と最初まあ準備運動リラックス兼ねて割とこう激しめにやって、まあ、だんだんこうしっとりさせていくと、まあ取られることにも慣れつつこう自分こう解放していく感じなのでっていうのはありますね、うんうん、ライブの最後とかになんか力抜けてダランとした時の感じとかにすごい近い感じです。写真館のこういうまあアルバムというか台紙というかこういうのがあってですね、はい、こういうのに本当に例えばですけど、うん、なるほど、例えばね、こういう感じとかこういう状態で、うん、お客様に、そうですね、プリントして、まあ、プリントして、はい、まあ、TCK で、はい、ラムダを、ラムダプリント、あと、まあ、例えば一層も全部モノクロにこうしたとかいうのかっこいいと思いますけど、うん、そう、ホームページで価格とか、あ、そうですね、もちろん、はい、多分あの見てる方であれ撮ってみたいとか、私はこの曲で撮ってみたいとか、なんか、うん、ですね、はい、どうしてもモッツの激しい雨で撮りたい、セオニーの街、はい、まあそんな感じですね。いや、はい、楽しかったです、はい、ありがとうございます、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます、はい、はい、今日はありがとうございました、お疲れ様でした。もうね、たくさん動いていただいて、もう汗だく、ね、いやちょっとね、コロナ太りをされてたみたいなので、はい、ちょっとすっきりすると良かったですね、はいはい、平間さんのイメージで、はい、僕はやっぱこう音楽と写真、うん、はい、あのまあやられてる仕事に関係なく、うん、なんか音楽と写真っていう感じの印象がすごく強かったんですけど、うんうん、まあ、今日ますますそれを体感したというか。どんな感じでした、撮られてみて。まあ、なんかあのどんどん載せてもらえるというか、うん、面白かったですね、うん、でも最初こう撮影前にねお話した時に自由っていうね、はい、一つテーマが出てきて、はい、でもね、瀬尾さんもどんどん撮られながら自由にね、うん、なっていった感じがして、なかなかやっぱりカメラの前に、うん、
まあ、その被写体として立つとまず止まってなきゃいけないって思い込んでるんですね。そうですね、まあ、被写体もそうだし、まあ、撮る側もまだそうかもしれない、はい、特にまあ、ね、デジタルになってストロボだったりするとまたどんなに動いても基本はブレないし映っちゃう、はい、まあ、そういう特性を僕はフルに使いたいなっていうふうに思っていて、でなかなかやっぱ固まっちゃうとやっぱり止まった写真になっちゃうので、うん、なかなかこう止まってほしくないっていうか、人って止まらないじゃないですか、基本的に、ね、うん、常にまあどんな時でも基本は動いてるので、うん、なんかその方がやっぱりその人らしい写真が撮れるんじゃないかなと思い、まあ、こういう撮り方になってってるんですけどね。これはあれですか、うん、なんかあのモータードライブで写真集、うん、はい、でその写真展とかもあったんですけど、はいはい、その頃からなんか例えば音楽誌とかが出て撮影されてて、割とこう走らして撮ったりとか、そうですね、写真がいろいろ動きをつけられてたの、はい、モータードライブがあの時はまあミュージシャンとかモデルさんでやってたのは、今はそれを写真館でやってるような感じですね。いや勉強になります。2曲ですかね。そうですね、最初ブルーのバックで、はい、モッツの、はい、激しい雨、激しい雨をかけていただきながら、はい、まあ、撮って、はい、1000枚ぐらい、トータル1200とかぐらいですかね。あ、はい、うん、じゃ あ, あの1曲分の間にシャッターを、そうですね、で終わって、ちょっとまあ汗だくだったので休憩して、はい、でモノクロで、そうですね、モノクロに変えて RC サクセーションの雨上がりの夜空に、そうですね、かけていただいて、はい、1曲、はい、で曲によってもやっぱり表情が違ったりとか、なんかやっぱりこう弾けた後にちょっとこう照れてる瀬尾さんがいたりとか、なんかその辺の表情の変化っていうのは見てて面白いですよね。うん、まあ、どうしたらいいのかわからないっていう感じですよね。まあでもそれもまあまあ、あの面白い、面白かったですね。はい、でもなんかやっぱり全体的にやっぱり瀬尾さんのこうシャイな感じが可愛らしい感じしました。はい、弾けた後に恥ずかしいみたいな。あ、まあまあそうですね。はい、この壁ガラス面のもそういう、はい、そういうここで撮られた、そうですね、でみんなここで撮った皆さんたちですけど、やっぱりこう撮るときに解放することでその人らしさを引き出すっていうところが僕の中でやっぱりあるので、まあ、皆さんね楽しそうに撮られてます。いやいいですよね、写真館って、はい、やっぱこだわられたのはあの、まあ、ご実家が、あ、そうですね、はい、まあ、うちの、まあ、おじいちゃんから始めて3代目なんですけども、はい、東京にでは平間さん、ね、そうですね、そうですね、東京1代目の、うん、まあ、その家系的な3代目って感じですね。いやでも一般の人撮るのはやっぱり面白いですね、うん、撮りがいもあるし、すごく面白いです。いやー本当みんな来た方がいいと思います。ぜひ、はい、終わりにちょっとあの連絡先とかやってきますので、はい、写真家平間ザルさんが生まれるできるまでに、はい、あの例えばアシスタントとかされてるとか、はい、そうですね、アシスタントは伊島かおるさんのアシスタントを、はい、まあ、88年から90年2年間なんですけど、うん、してましたね。なるほど、はい、まあ、学生でちょっとだけまあ撮影会社に入って、はい、すぐニューヨークにちょっと行って、はい、で飯島さんのアシスタントっていう感じですね。ニューヨークから帰られて、そうですね、はい、まあ、いろんな今まで、まあ、ファッションの世界でカラープリントをで入稿した、まあ、ある意味第一人者的な人ですね。それ、うん、いろいろ、まあ、いろんな現像の手法とか合成とかいろいろ全部、まあ、当時なんでアナログでしていて、はいはい、アシスタント本当に毎日寝ずに常に合成したりとかしてましたね。ネガから撮られるんですか、伊島さんは。ネガですけど、まあ、基本まあネガの方が多かった、まあ、でもポジも撮りますね。まあ、その当時は、ね、ほぼカラーポジでしたから ね、うん、その当時はやっぱり伊島さんがそういろんな手法を使ってたので、はい、やっぱり自分のオリジナルの手法を何か考えなきゃいけないと思って、いろんなまあネガとかポジとかいろいろ重ねたり、いろんな現像法をして、でもやればやるほどなんか伊島さんから離れられなくなったんですね。それで僕はその写真の制作、この現像とかそういう制作過程で何かするんじゃなくて、現場で何か起こそうっていうのでこういう撮り方になった。面白いですね、うん、僕は現場じゃないかっていう。なるほどなるほど、うん、それから伊島さんのとこを、まあ、卒業されて、はい、それでもう、そうですね、90年から独立をして自分で始めて、なんで今年30周年、なんと、ありがとうございます。ありがとうございます。
すごくバランスが平間さんっていいなと、うん、例えば、写真、まあ、カメラマンとしての活動だったり、うん、はい、まあ、それはあのメジャーなミュージシャンだったり、うん、あのタワーレコードのポスターとかもそうですね、うん、はいはい、でそういうものをやられながら、あとまあ展覧会とか、うん、作品展、うん、まあ、その商業ベースでないものを展覧会でやられ、うん、続けて、うん、でまあ、それがまあ別に東京だけじゃなくて全国でいろいろ、僕はあの鹿児島の方も行きましたから、鹿児島の展覧会行きました、田中美さん、はいはい、あ、はいはい、ありがとうございます、はいはい、あのそういう、うん、あのバランスがこう、うん、両方続けられてるっていうのがすごい素敵だなと思って、うん、やっぱり写真ってすごい幅広いじゃないですか、はい、だからなんかその広さは生かしていってもいいんじゃないかなっていうふうに、うんうん、まあ、もちろんね、その各々のやり方と、はい、写真の特性で考えるとやっぱりね、こういう写真館みたいな写真があったり、うん、まあ、メディアの仕事とね写真館も全然違うんですけど、す、ね、でもやっぱりどっち、ま、間違いなくどっちも写真らしいところだったりとかするので、うんうん、まあ、それはまあだから写真を通して写真とは何かとか、写真ってこんな面白いよっていうのを伝えたいっていうのが僕の根底のテーマにあるんだと思います、きっと、うん、なるほど。だからまあカメラを僕は楽器としても考えているっていうかね、そのリズムであったりとか、うん、そのまあ光だったりとか、うん、そのタイミングでだんだん人が気持ちよくなっていくっていう、うん、だからまあある種パーカッション的な、なるほど、ね、うん、なるほど、面白い、ね、それの繰り返しで人は解放されていくんじゃないかなっていうふうに思ってますね、うん、いや、うん、皆さんぜひ体験してもらえたらと思います、ね、はい、意外と面白いです、意外と大変これから平間さんがこうなんか目指していきたいとか、うん、こうやっていこうみたいな、なんですかね、まあ新しいことというよりもやっぱり写真館の活動がやっぱりすごい今面白いので、やっぱり、はいはい、はい、そうですね、もっといろんな人をたくさん撮っていきたいっていうので、うん、あの今年あの、まあ、先ほど言った30周年でですね、はい、そのあなたの写真集を作りますっていうことで、はい、一般の人の写真集を今作り始めてるんですね、まあ、僕のそのプロジェクトとして、はいはいはい、でそれが今ちょうど第2弾が終わったばっかり で、はい、でまあ、第1弾ちょっと YouTube 僕の平間チャンネルとかでも上がってるんですけれども、はい、なんかそれはちょっと自分の中でもで、まあ、第1弾は割と静岡の17歳の女子高生だったんですけれども、うん、第2弾は東京の24歳の、まあ、アパレルで勤めてる子なんですね、うんうん、でそれは第2弾はもうその子は本当に寝てる時に家にピンポンしていって、うん、で寝てる状態にもその状態に入っていき、まあ、メイクしたり準備したりして、うん、で1日過ごすっていうのを撮ったんですよ、うん、ずっと毎日、そう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 ですね、もう1回だけしか会ったことない子なんですけども、うん、すっごい面白かったですね、まずそのまあ、そうですね、まあ、彼女にとっては全く、まあ、目が覚めてメイクをして、まあ、どこかね身支度して出ていくっていうのは全く日常なんですけど、僕にとってはものすごいやっぱり知らない女性のお家にいきなり行って全くの非日常であったりとか、やっぱりメイクをすることでやっぱりどんどんこう 女性になっていくっていうんですかね、まあ、メイクのそので変化していく感じとか、もうすっごい面白かったですね、それは。うん、そこはやっぱりだからセッションですよね、うん、だ撮るが撮られる側が本当に音楽のセッションじゃないけども、うん、またね別な人とはまた全然違うことにきっとなっていくと思うし、なんかそのセッションがまあ今言われたライブなんじゃないですかね、きっとね、うん、いや、うん、やっぱ平間至るは音楽なんですね、うん、やっぱね、うん、僕はやっぱりその人らしさを一番出してあげたいし、まあ、その人の一番魅力的な部分をなんかこう抽出して写真に固定してあげたいなと思っていて、多分みんな自分に自信がないし、まあ、みんなコンプレックスあるんじゃないですか。でもその自分のいい瞬間を見て、ああ自分って結構悪くないなって、まあ、最初にねアプローバルっていう話を、まあ、承認、写真を通してその人が自分を認められるようになる、うん、まあ、そんなポートレートをまあ僕は撮りたいっていうのと、うん、やっぱり 人が好きなんですね、うん、なんだやっぱり人が好きだからやっぱり人の写真を撮るっていうこととか、あとやっぱりまあ難しいと思うんですね、そういう写真を撮るって、だからやりがいがあるっていうこととかですかね、それはね、うん、ありがとうございました、ありがとうございます。
また今後ともまた来るかもしれませんし、ね、ああ、ぜひぜひ、はい、あのダイエットしたくなった、したくなったら取り、はいはい、もっともっとハードなメニューを用意してください、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。